皆さんおはようございます。リュナリサのリュナです。いや声全然出ねえな。はい、というわけでね、今日は久々にもうマジで何もない日でリリちゃんと俺もオフなんですけど、もう開幕早々リリちゃんも結構家でダラダラしてて、で結局なんかね、休みの日って言ってもなかなか2人で出かけることもないし、基本的に家でなんかめちゃくちゃ別のことやってるみたいな感じでね、なんだかんだ言ってこう休日の予定が意外と合わない。というわけで、今日はそんな僕たちの、休日をね撮っていきたいかなと思ってるんですけど、このことはねリリちゃんには言ってないので、あえてリリちゃんには何も言わずに、カメラを設置してね、その様子をお届けしていきたいと思います。というわけでね、早速リリちゃんにバレないようにカメラを設置していきたいと思います。ゆなりさなんだなもん。音ちょっとうるさい。うるさい。音うるさい。なんだよ、あっち行ったらいいじゃん。あっち行ったらいいじゃんってひどいな。足伸ばすの。邪魔やって。いやいや全然ないよ。あるじゃん。気になる人が掛け合って。じゃあそういうルールでしょ。これは現状今気になりません。ここにもゴミがあった。いや、ほんとにここだけ吸い付けたらいいじゃん。この毛全部吸ったらなくなるし、なるし、あと全体的にはリュナがちょっとやるからな。うん、いやいや、おい、あ、眩しい。今日めっちゃ天気いいよ。そう、眩しい、眩しい。めっちゃ涼しい。え、マジめっちゃ涼しい。クーラーしてるより涼しいよ。気持ちいい。寝れるね、これで。おいしい。おいしい。やめな、なんで出かけんだよ、今日に限って。え、なんで秋来てるんだ。お前、全然外出なかったじゃん。いや、じゃもう夏が終わってんだ。そしたら話は別だ。じゃあ夏だから外出たくないんだって。外で行くの？今マジで行ってる？どっか。イエーイ、着きました。やっぱり天気もいいし涼しい。何より涼しい。なんか久々に来たよね。あれさ、この前行ったよね。あ、そうあれめっちゃうまかった。え、ちょっと見てみる？やっぱちょっと混んでそうだね。これうまかった。うまいよね。おすすめ。ちょっと違うとこ行ってみたい。あ、ほんと？連れてって。最近さ、友達、リサの高校の仲良 い友達がベビーっていう靴が、何？ベビちゃん。ベビちゃん生まれてさ、あ、ベビと3人でご飯行くことが多くなって、新宿とかより吉祥寺の方がベビーに優しい。そうなの。キッズスペースとかいっぱいあるから。ああ、最近ここ来る。サンロード。まだまだ。こんなとこにあるんだ。この黄身割れないらしい。どうやって割るの？じゃあ
食べれないじゃん。持てる末ってこと。アザラシルータン。それ見てきたんや。これをインスタで見つけてずっと来てみたかった。え、すごくない？じゃあリーちゃんそれにし。今違う。俺普通のにする。今結構お待たせしました。お伺いいたします。ここめっちゃ良くない？最高なの。俺にも食べてやつ。もう一個ある。どこにある？明日にあった。これね、かけられるっていう。いいね。雰囲気めちゃくちゃ良ける。会計じゃんけんしよう。どっちが会計払うか。やべ、パー出すよ。いいか。もうパー出す。マジでパー出す。ポン出すって言ってるのになんでポン出すの。おい下げろ下げろ非常にいい感じかまえ最近なんかさ俺勝手に下の方に置くようになっちゃってる。ふじゃねえ。一口ちょうだい。バカにしてくださいおー、すげえありがとうございます。いただきます。これから入れる、めっちゃ美味しそうだ。ユッケすごいじゃん。いやいや、普通のタマちゃんに行きたいって感じ。白身だけとかそれ贅沢。黄身だけ入れてもいい。あれでね、なんかそこで醤油とかどんな方がいいのか合わせる。卵が濃厚でめっちゃうまいねんこれ。ね、美味しかったよね、うん、このユッケもめっちゃ美味しくて卵との相性抜群でした。一口大きいね、うん、お腹空いてた美味しいのね、うん、うまうまやね。あ、リリちゃんからのあんは貴重ですよ。おー美味しい何それ。ほら美味しいって言ってんのめっちゃ美味しかったで美味しかったね。あ、お返しもらった。あげるで。俺からのも貴重やからね。そんなことないよ。はぁなんかね、トッピングも3種類ぐらい選べて味変できるからめっちゃ良かったよね、うん、いやそう、うん、それが最高なんよ。りーちゃんがさ、一生懸命説明してんのバクバク食いすぎじゃないですか。違う、美味しすぎてさ聞いてないよね。聞いてる聞いてる。人の顔してる。ほら食べ終わりました早すぎんね。ちょっといい普通盛りでこのまま寝れそう。いや、すすぎる。
登録よろしくね。めっちゃ美味しかったわ。いやさ、りーちゃんすぐさ食べ終わったらさ寝るって言ってた割にめっちゃ30分ぐらい化粧してた。化粧してないよ。待たされました。早く出ようってうるさいんだよ。何がりーさん、すぐ早く出ようってうるさいんだよ。まあそりゃそうよ。千賀りーちゃんじゃん。この後どうする？また下から。いや、りさが食べる。いや、そんな高々とは言えない。そうだよ。そう。この後どうするよ。ルナさん、何もないの？俺、電気屋行きたいかなぐらい。電気屋、後ろなんだけど。あ、けどいいよ。だから、ちょっとフラフラ散歩しようよ。ちなみに、最近眼帯がやっと外れました。何ヶ月ぶりですか？そんな経ってない。いや、リアル1ヶ月ぐらいじゃん。そんな経ってない。経ってない。経ってないぐらい。ロフトとか置いてあるの？ロフトは大丈夫。どこ行きたい？え？ニトリやん。ニトリ。ニトリ行きたいんだ。ニトリ、ニトリとセリアに行きたい。オッケー。日用品を買いに行こう。イエイ。前職の時、ここ来てたわ。俺東急も担当してて。うわ、懐かしい。裏口がさ、どこか分かんなくってさ、めっちゃ迷子になった記憶があるね。さすがにニトリなんか取れないから、りーちゃん。すごいね。これってさ、ワンコはダメ。今度ルート着たいんだけど。いや、ダメダメ。ワンコはダメ。すごい、なんかお賽銭できるわ。こっちがいい。でさ、あの抹茶鍋行きたいの。抹茶、抹茶買ってからここ来ればよかった。あ、え、てかさ、あのリサがずっと気になってるって言ってるタルト、多分食べるとこないの。それ買って持ってくればよかった。こんなとこあるなんて俺知らなかった。え、リサも初めて知った。また来よう。眩しすぎんの。うん、ちょっと日陰、あの日陰の方が涼しいよ。眩しい。え、見て、でも富士山ビューテラスがあるよ。富士山ビューテラス、あっちじゃない、あれじゃない、こっち。富士山ビューはあっちじゃないの？違う？あ、絶対あっちだ、絶対あっち。あっち行ってみよう。こんなところあるんだね。え、すごっ。渋谷のあれじゃん。あれ、なんだっけ、金払ってないけど。いや、それとはちょっと違う気がするけど。めっちゃ良くない？すごい。いや、どこに富士山あるの？富士山見えない。あれじゃない？適当なこと言わないでくれ。山ありゃ富士山。絵になるから。こういうのですぐとかあればいいじゃん。これ何？プティットもらったから。うん、マジすごい。え、猫猫猫。かわいい。何の猫なの？かわいい。お、いい。かわいい。何これ？猫だっておしゃれしたい。こんなあんだ。あ、世界観いいじゃん。うわ、冷て。めっちゃ冷たい。かわいい。濡れそう。で、本番の。なんかすごかった。寄り道してしもた。
で、何なん？あ、ここ？どっちかどっちか覚えてる。右がアリサの。じゃん。美味しそう。混ぜ混ぜして飲んでね。ちょうだい。混ぜて。手空いてない。混ぜない。混ぜて。混ぜて。おお。すごいね。綺麗。飲んでみて。ちょ、もうちょっと混ぜてくれ。上めっちゃ溜まってる気すんねん。あ、冷たい冷たい。どうですか？甘っ。うま？うん。甘さあるっつってもね。うん。控えめ。うん。うま？え、重い？うそ、交換してみる？あ、やっぱ控えめ、全然こっち、うん、俺飲んでる方がなんか大人な感じ。え、甘さありの方じゃん。リサ控えめだから、ね、おいしい。帰ろ、え、帰ろ、そうか、帰ろ、そうそう、ルーが待ってるから帰ろ。リサ帰るかも、リサも。分かった分かった。ユナナとリリちゃん、インヌのルー。なんかやっぱ涼しいからさ、うん、お散歩って感じでよくない？めっちゃいい、心地いいよね。俺はなんかね、あの俺の地元にも似てる。ほんと？商店街。でもさ、だいぶ涼しくなったからさ、うん、そろそろルー連れて公園ピクニックとかできるね。どう？リサ、リサまだあんな年ちゃう。ルー連れて井の頭公園行くか。うん、あ、見て見て、このお店かわいい。これかわいい、かわいい、かわいい。これ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 、見て、少ない、全然ないね。ラスイチ、ラスイチ。季節シャインマスカットもない。え、これじゃないの？すごいね。リサがイチゴだ。違う違う、俺イチゴタルトやってる。ラスイチ。じゃんじゃじゃーん。これさ、見て、ほら。ここめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。帰っていただく。それ動画撮んないの？ん？撮んない？撮んない。撮んないのかよ。夜ご飯の後にじっくり味わうんだ。いや、久々お出かけ楽しかったね。いや、楽しかった。なんかもう秋になってきたじゃん、うん、だからもう過ごしやすいから、リちゃんいっぱい出かける。次どこ行こうか。しよう。あ、いいね。あの、視聴者のあなたの街に行くかもしれません。行くかもしれない。はい、だるだる。チャンネル登録よろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったな、面白かったなと思ってくれた方がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントを書いてくれたら嬉しいです。こうなっちゃう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。